フェルンラ・フェルンラとは、アメリカ合衆国の女優、映画監督、脚本家、プロデューサー。ヘニー・ポルテン、アスタニー・ルセンに続く、ドイツ・サイレント映画時代の人気女優の一人だった。1893年11月24日、イリノイ州ウォッチイカに生まれる。父は、電気技師だったウィリアム・ P ・アンドリュース、母・セイディこと、サラ・エミリー・エベット。出生名は、 バーナル・エドナー・アンドリュース。父方はイングランドとスコットランド、母方はイングランドとドイツの家系。1898年に父親が亡くなった後、母親がボードビル役者でサーカス芸人のフランクセント・クレアと再婚。岐阜の指導でフェルンは綱渡りを覚え、リートルエヴァとしてステージに立った。綱渡り芸人としてミルマントリオに帯同してアメリカ、 ヨーロッパを巡業。1913年からベルリンで映画に出演し始める。1915年には自身の映画会社を設立し、映画を制作。そのうち何本かは監督した。ドイツでは80本近くの映画に関わったが、第一次世界大戦末期にはスパイと疑われ、投獄された。しかし、フェルンがフリードリヒホムントズワイクス男爵の妻だったことと、 皇帝ウィルヘルム2世紀の介入で釈放された。戦後の1922年7月4日、レッドバロンとして知られる、撃墜王、マンフレート・フォン・リヒト・ホーフェンの弟トロタール・フォン・リヒト・ホーフェンが、ハンブルクからベルリンへの飛行中、墜落して死亡した。フェルンはその郵便飛行機に同乗していて、当初、死亡と報じられたが、無事だった。1954年、 リヒトホーフェンの母親と面会したフェルンは、いつか、マンフレート・フォン、リヒトホーフェンの生涯を映画化したいと母親に、語っている。結婚は4回したが、いずれとの間にも子供はいなかった。1974年2月8日、サウスカロライナ州営金で死去。80歳だった。突起のないものはすべて、ドイツ映画で主演か、ヒロインすべて、ドイツ映画で脚本と主演も担当。 ありがとうございます。